おはようございます。3月29日第584回コーナーからのラジオになります。今日はね、キボシヌマガメ、ヨーロッパヌマガメですね。最近全然載せてなかったんですけど、なんかちょっと最近変化してきてね。なんかスポットになってきそうな雰囲気になってますよね。黄色い感じで、相変わらず派手なので多分綺麗になったまま行くんだろうなという予想がつくんですけど、こんな感じですね。なんかちょっと変なポーズをとっているんで今格好があんまり良くないですけど、こんな感じですね。後ろから見るとよく甲羅が分かりやすくていいかもしれないですね。ちょっと上からも撮ってみましょうか。今日はあの天気が悪いんでね、天気が悪いとあの撮影側の反射した映り込みが少ないのでね、天井だとしょうがないんですけど、普通に真正面から撮ってても反射があまりないのですごい撮りやすいです。とっても綺麗なんですよね。これなんかね産地がもしかしたらついてんじゃないかなって話だったんですよね。買い取りできたやつを僕が、譲っていただいたんですけど、なんかいい感じでね、綺麗になっている。ずば抜けて綺麗だなっていう感じですよね。もっと綺麗な個体っているんでしょうし、これからねまだちょっと変化があるでしょうからね、どうなるのかっていうのはね、僕は相変わらず素人なんでね、こういうのをちょっと検証しながらね、どういう風になっていくかっていうのを、継続してお伝えしていくと、キボシヌマガメというものがもっとね、人気が出るのかなっていうふうに思ったりしています。最近ねキボシシガメばかりでね、ちょっと浮気をしてたんじゃないかという話と、結局お前もかっていう話になってしまうと思うんですけど、やっぱり飼ってみるといいカメはいいカメなんだなっていうのをキボシシガメをね分かって認識しました。やっぱり昔からずっと人気があるっていうのはね、そういうことなんだなと。ただキボシヌマガメもね、やっぱりブリーダーさんがしっかりいたりして、ずっと継続してその辺がいるっていうのはね、やっぱり、人気があるってこと。ただキボシシガメほどね、なんて言うんだろう、よりももっとマニアックな感じなのかなというふうに思っています。そのマニアックなところがね楽しめるっていうところ、そしてあとは産地がね、ヨーロッパからね結局出ないっていう、 EU から出せない個体が多くて、基本的に出せるところからしか来ていなかったカメがなんですけど、その辺でね、ロカリティがついた CB っていうのはちょこちょこと入ってくるようになって、でその辺をね買うことができるという楽しみができたってことですよね。やっぱりロカリティ付きっていうのは、この業界の人たちが好きな方多いので、やっぱり気になる方はねすごい多いと思うんですよね。その辺でこれからちょっとさらにもっと人気が上がってくるんじゃないかなと僕は予想しています。人気があろうがなかろうがね関係なく、キボシシガメとまたね同じキボシになりますけど全然違ったカメですんでね、ブチ石とかブランディングとかに、ね、近いっていう話で考えると、確かにそういう系統ですよね。ちょっとマニアックなのかなとは思いますが、素晴らしく綺麗なカメだと僕は思っています。こんな感じでね、綺麗な個体がもっとたくさん入ってくるとさらにね人気が高まってくるんじゃないかなというふうに思っています。素晴らしく綺麗ですね。本当にね飼育していてどんどんね変化が見られるっていうのはね、本当に楽しいことでありますし、やっぱり嬉しいですよね。どんどん綺麗になってるな。そして顔の模様もだいぶ変わってきて、目の色もちょっと変わってきましたね。なんでこいつとワイルドのねメスをね種親にしてちょっとかけてみたいなというふうに思っています。実際ね生まれた時にじゃあ綺麗になるのかっていうとわからないんですけど、何でもね挑戦することっていうのは大事だと思っていますし、あとはロカリティが分かる個体をねちょっと集めていって、でロカリティ好きでね今後国内でも繁殖している方っていうのがもっと増えていくとさらにね人気が上がっていくんじゃないかなと思っています。何にせよねすごいかっこいいカメだなっていうのは本当に飼ってみてね思いましたし、綺麗な個体に関してはね本当に素晴らしいなというふうに、思います。なので、ぜひねヨーロッパヌマガメ見かけたら、ご購入していただいて、綺麗なのを掛け合わせてねより綺麗な個体たちを今後ね、探していけるようにしたらいいんじゃないかなと、思っています。そして今やってる頑張ってるブリーダーさんたちのね種親も結構公開されてる場所も多いのでね、その種親を参考にしてベビーを買ってみるとありなのかなと思ったりもしています。
ということでね、久しぶりに、木星沼亀の方をちょっと投稿させていただきました。その時にね、僕がハマってるというか、ハマってるって言っても、まあ、全部ちゃんと見て好きでやってるんですけど、ただ特に偏るんですよね。だ今はまあアメハコと木星石亀の方が楽しくてバンバンやってますけど、まあ、こういう亀たちはね、綺麗に育っていってね、いい感じになっているっていうのは、たまにお見せしないとね、あいつはなんだかすぐ売ってるみたいな話をよくされるんでね、いや別に全然売ってないんでねって話なんですけど、なんかそういう誤解をしている方がいらっしゃるんで、一応そういう誤解がないようにということでね、ちょっと、お話をさせていただいた方がいいのかなと思いました。なんでね、まあ、近いうちに今度ワイルドの、メスの方を紹介しようかなと思っていますし、ただ、まあ、再生数を考えるとね、アメハコだったり、キボシだったり、まあ、あと、サルビン人気ですよね。サルビン出すと結構いい感じでね、再生が伸びるんで、やっぱりそういうね、なんていうんですかね、人気があるカメを出した方が、まあ、再生数は伸びるんで、YouTube をやってる側としてはあれなんですけど、でもね、まあ、そこが一番ではないっていうのは前から言ってる通りなんでね、ちょっとそこら辺はね、まあ、気が向いたらまた、載せていくカメをね、いろいろ変えていって、まあ、本当にね、僕がただ単純に好きだから載せているカメみたいなのを載せてみたいとかね、そういう感じにしていくのはなんで、まあ、基本的には僕の趣味のね、動画で趣味でやっている YouTube の毎日の動画っていう感じなので、まあ、そんなに面白いものではないと思うんですけどね、まあ、毎日聞いてくださる方がいるので続いているというのは間違いなくありますので、ありがとうございます。ちょっとせっかくなんで、ね、腹が黄色いやつはね、なんか綺麗なんじゃないかって話だと、これちょっと今白クリーム色っぽく映ってますけど、実際はもうちょっと黄色いですね。この前足の部分なんかね、かなり黄色くなってます。あ、黄色いの、こうやって上げてみるとスポットがすごい黄色いな、スポットというか放射模様というかですね。なのでこれは実際このちょっと今動画に映ってるのと生で見比べてるんですけど、生の方が若干もっと明るいですね。だからこの動画に映ってるものよりも実際見るともっと綺麗です。期待できますねこうなるとまた譲ってくれって人がね現れてしまうんですけど、これは譲らないで確実に種割りにしますので、どんなにしつこくされても無理ですっていうことだけはちょっと言ってきます。という感じでね、綺麗になるとやっぱり楽しいなというふうに思います。本当にね、いいカメを自分でねコツコツ探して、まあ、もちろんその流行りも大事だと思うんですけど、流行りじゃなくてね、自分の好きなカメでね、自分を、ね、持って自分がこれだというやつを、ね、探して飼育すると本当に楽しいと思いますので、ぜひ皆さんもね、自分の一匹を、探して大事に飼育してみてはいかがでしょうか。なんか急にね、今日も雨がすごくなって、午前中は天気悪いみたいなんですけど、午後はなんか晴れるっていう話なんですよね。3月ももう残り今日入れて3日、気がつけば来年度の4月1日っていう感じでね、来週は。そしてイベントがあって、まあなんか本当バタバタしながらね、あっという間に、1年が過ぎていくんだろうなっていう感じなんで、まあ本当一日一日ね大事にして、まあ、亀を飼育し自分の人生を大事にして頑張っていけたらいいのかなと思います。ということでね、今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。